MA ヘッドライン MC のダーリンハニー長嶋です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。総合オネエンターテインメントと称されるこちらのお三人です。よろしくお願いします。ママのたかしです。チーママのひできずむです。みせこのかみです。3人合わせて MB ガブリエラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。お久しぶりでございます。久しぶりです。ちょうど1年ぶりぐらいです。さすがです。はい。はい、またちょっと今日お召し物がまたちょっと違う爽やかな感じで。そうですね。やっぱ一年年も取ったので、爽やかな色入れてこうかね。一年でくすまないですか。ちょっとそんなわけないじゃん。飛ばしてこうかなみたいな。あ、なるほど。ハレーションでバンバン飛ばしてこうみたいな。飛ばしてこうみたいな。なるほど、なるほど。わかりました。今日はですね、まあ、あのニューアルバム、ミニアルバムですね、はい、ドヴォルザキアについてお話を伺っていきたいんですけども、はい、その前にですね、これ1年間の活動についてお話を伺っていきたいんですけど、まずは昨年の12月2日に日本橋三井ホールでの初のホールライブ開催ということでございますけども、はい、初のホールライブいかがでしたか？いやー、もうでも今回その過去で最大動員だったんですね、はい、その日本橋の三井ホールが、はい、なのでまあやっぱり緊張もするし、はい、すごいこんだけもうたくさんお客さんがいる目の前で、うん、ワンマンライブっていうのができるようになったんだなっていう、すごく去年のいい締めくくりになったんじゃないかなっていうような感じでしたね。あー、なるほど、うん、なんかこう楽曲の曲のもう曲順であったりとかセットリストみたいなのっていうのはどういう風にこの日は変えてったり決めてったりしたんですか？はい、ホールをやる前にツアーが、あのその年また去年あったので、はい、でそれの、プレミアムエディションという名前でやったんですね、はい、なので、まあ、6都市回った後にブラッシュアップさらにして、うん、こここうした方が面白かったよねみたいな案とかを反省を踏まえて、はい、あとはよりそのまた一回ツアー見た人が来た時に驚けるようにっていう感じで、結構ごっそり変えて、一番最後の曲を一番初め持ってきちゃったりとか。あ、なるほど、なるほど。こう神谷さんはパフォーマーとして、はい、まあ大きい、まあ一番なんでしょう、最後のとこになるし、ホールですし結構大きいですし、なんかこうパフォーマンスする上で新たに変えてみたところとかあったんですか？いや、多分意識ですね。なんか自分たちがやってきたパフォーマンスのステージがどんどん大きくなっていってるの で、はい、でこれを次 の、 あの今年のツアーとかにもつなげていきたいなっていう思いもあったので、うん、はい、やっぱステージが大きくなったことによって、うん、まあ、お客さんからの圧もすごく増えるから、うん、あ、確かに、それに負けないようにこっちからステージから押すっていう、うん、あの意識をすごくしました。あ、なるほど、なるほど。結構いろんな方見に来られたと思うんですけど、やっぱ会場も大きいですし、ない、反響いかがでしたか？音の音音の反響音の反響は確かにね、ホールって言ったらやっぱね、クラシックと言われるから、やれも違うでしょうけど、あの、まあ、いろんなお客さんであったりとか、お客さんの声ってことですよね、うん、はい、そんなの分かってるじゃない、やめなさい、分かりきった話ですよすいませんね、全然ボケちゃうどうでした反響は？でもお友達も来てくれたりもしてたんですけど、はい、もちろんお客さんはそのツイッターとか、うん、今 X ですね、の、 あのコメントとか見てても、やっぱツアーにも行ったけど、あのホールも良かったっていう感想はたくさんいただいてて、はい、うん、来ていただいた知人の方とかもやっぱホールでやってるパフォーマンス見てもっと大きくなれそうとか、うん、そういう期待の声もいただいたりとかして、すごいいい声いっぱいいただきました。なるほど。あのやっぱり今までライブハウスだったりとかっていうところでやらせてもらうことが多くて、ホールっていう、またライブハウスとホールってまた全然違うじゃないですか、はい、ジャンルが、うん、っていうのを見て、それこそ今神が言ったみたいに、いろんな人がなんかその広いところでやっている MB ガブリエラっていうものを想像できたというか、で私たちもやってみて、うん、あ、広いステージだとこういうパフォーマンスができるんだとか、逆にこういう風になるんだっていうのがあったので、あ、来年に向けて、まあ、今年ですけど向けて、より大きいところであのやるイメージが自分たちの中でもできたので、それは良かったなって思います。なるほど。まあ、そのやっぱり会場が大きくなった分、うん、その初めて来てくださる方とかも周りでいたんですけど、はい、なんかやっぱり YouTube の印象がすごいもともと強かったっていうのがあって、まあ、なんかこうすごい、まあ、どうせ基本的にもうなんか笑いでしょみたいな、バラエティーな感じでしょみたいな感じで思ってた
みたいなんですけど、結構もうなんかやっぱり本格的に歌うし、うん、踊るし、うん、でそれをもう何曲も連続で歌って踊るからっていうので、いやもう衝撃だったみたいな感じのお声もいただいたりして、なんかやっぱりそこの YouTube とのギャップみたいなものをこう楽しんでいただける機会っていうのが、なんかこうやっぱり会場が広くなっていくことに、どんどんそういう風になんか印象づいてくれる方もいるんだなと思いました、ね、結構その住み分けというか、まあ言えば、いわばその YouTube っていうのは広く知ってもらうためのきっかけになるじゃないですか。でこうアーティストとしていざ引き込んだ時に見せ方って結構緊張感とかあったりしないんですか？いや、もともとがその音楽メインのユニットなので、そこに気負いみたいなのはなくて、逆に言うとなんかしてやったりみたいな感じの、もともとなんか MC だと急にやっぱりこう YouTube だったりとか素の自分たちが出るので、パフォーマンスと MC のギャップすごいっていう評判はもともとあったので、なるほど、はい、だからそれの、まあ、大きいバージョンというか、 YouTube しか見てない人がライブ見た時に、あ、この人たちやっぱり音楽やってる人なんだなって思わせられることができるので、気負いというよりはうちら的にはなんか必殺技を投げつけるじゃないですか。なるほど、ギャップ食らえみたいな。そう、もうこれでも食らえみたいな感じでやって、これが本職です。そして、今年はですね、スペシャルライブ&トーク縁側の部屋、はい、こちら東北北海道九州エリアでも開催ということで、この縁側の部屋どのようなイベントに今なってますか？もともと私たち今の事務所に所属する前3人でやってたんですけど、はい、その時に一番初めにやり始めたのがトークショー で、うん、でその時はYouTube も撮影しているバーで19人とかのお客さんの前で本当に喋るっていうことをやってて、でそれがどん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 大きくなって、今回何百人って入るようなところで、喋りをこんなに聞きに来たんだこの人たちみたいな、なんか不思議な人もいるもんねみたいな感じで、まあ半分ライブ半分トークっていう感じなんですけど、なんか私たち的には原点になるものが縁側の部屋っていうものなんですね、はい、でそれでこうツアー回れるっていうのが、まあすごく感慨深いっていうのもありますし、コンセプトとしてはライブでのツアーで行かないような土地に行くっていうのがコンセプトで、なので熊本とか鹿児島とか本当にもうすごいもう売れてらっしゃる人が全国回りますっていう時にしか行けないような場所をめがけて行ったので、それはなんかこう本当に行ってお客さん結構まあ結局満席だったりとかすると、私たちの知らない場所でこういうところでも応援してくださってる人がいるんだなっていうのが実感できたタイミングでもあったので、すごく感動しました。結構トークっていうと、トークでツアーってなるとなんか持ちネタじゃないですけど、なんかこれ話さなきゃいけないなみたいな、いけなきゃいけないなっていうストックみたいなのって結構常に考えたりするんですか、お三方は？いや、芸人の方じゃないので、そのネタみたいなものはすみません持ち合わせてないんですけど、でも出たとこ勝負みたいな。いや、それすごいんですよ。それすごいんですよ。もうただ喋ってるだけなんで。めっちゃ怖いですよ。だってツアーって言ったら結構喋んなきゃなんて。打ち合わせもほぼ逆にあえてしないみたいな。なるほど、余計なこと喋っちゃうから。もうフィーリング、一応なんかその、コーナーは決めてるんですね、はいはいはい、で必ずやってるのは、そのご当地の、おすすめの食べ物を食べてみるみたいな。あ、やっぱり縁側ってやっぱなんか何か食べてるってイメージですね。ありますよね。そうそう、食べてて、で食べて評価するとか、はいはいはい、あとはそのご当地あるあるみたいなのをもともとインスタグラムとかで募集して、でそれを読んだりとか、はい、で今回は特にトークショーっていうので、まあ、コロナも明けたりとかしてコミュニケーションも取れるようになったので、はい、実際その場で手を挙げていただいて質疑応答の時間みたいな。質疑応答するんですね。そう、質疑応答で何か質問あるって。面白いですね、それね。その場で答えるみたいなことをやりました。やっぱこう3人いれば誰がこういうこと喋るとか、そのバランスも分かるんでしょうね、もうもはや。あ、そうですね、空気感は、空気感は、基本的に神が進行やってくれて、時間とか見てくれたりとかして、まとめてくれるんですよ、でこっちはもうどん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 くっちゃべっちゃうから、はい、あ、そろそろみたいな感じのツッコミを。なるほどなるほど、こうお三方見てるとキャッツアイの三姉妹のなんかそのパワーバランスにもちょっと見えますよね、なんか。確かに、まあ、そもそもやり始めた時は、キャッツアイとかそういうなんかスタイリッシュなものというよりはどっちかとお茶の間系なので、はいはい、昔やっていてやっぱり猫が好きっていう
番組あったんですけど、うん、はいはいはい、はい、それ、それをイメージして YouTube 始めたんです。あ、なるほどなるほど。ああいう感じのをやりたいみたいな、こたつで喋ってるような感覚というか、そうですそうです、リビングで喋ってるような、はい、だから長女次女あの末っ子みたいな感じで、はい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 、やってて、でもまさにそのイメージでした、順番で言うと、はい、うん、ひできさんすごいなんか伸び伸びやってるなって感じは常に。そうですか、はい、何ですか今の。いつも真剣な、今真剣ですよね。あ、だからそのやっぱりレコが好きで言うと室井滋さんの役かなっていう、ね、いいですね。そして、今年の2月2日から4日にかけてタイのバンコクで開催されたアジア最大のオールジャパンイベント、ジャパンエキスポタイランド2024、はい、全日程出演ということでございましたけど、はい、タイでのライブいかがでしたか。どうですか。いや、タイでのライブはあの演歌部初めての海外での、はい、うん、でのライブだったので、はい、めちゃくちゃ楽しみにはしていて、うん、でもちょっと緊張もしていてぐらいな感じだったんですよ。で、多分知ってくれてる人はそこまでいないんじゃないか、だから知ってもらうために行くみたいな感覚ではいたんですけど、うん、向こうにいたりとかするんですよね。タイにで、はい、あの YouTube 見てましたっていう方とかも来てくださったりとか、はいはい、ちょっと隣の国から、うん、あの足運んでタイまで来てくれたりとか、そういう方とあのコミュニケーション取れたりできたので、うん、すごくいいライブだったなと思います。はあ、またちょっとリアクションも日本の方とちょっと違う感じにはなったんですかね。なんかそこまで超大きな差はないんですけど、うん、はい、まあすごい物珍しいものを見るような感じで皆さん見てらっしゃって、なんか、なんかオカマかみたいな。本当ですか。受けるみたいな感じで。でもタイって言ったら結構お姉多いじゃないですか。あ、そうですね。だからすごい偏見というよりは、なんかあの日本からそのジャパンエキスポでやっぱり女の子のアイドルとか、うん、男の子のそのグループだったりとかっていうのが、はいはいはい、やっぱり日本の文化として行くので、ね、で別に日本の文化でなんかこのお姉のユニットが根付いてるわけでもないのに、あのうちが紛れ込んでいたのでジャパンエキスポなのにすごいの来たなみたいな感じで、逆にインパクトはすごかったと思う。そうなんですね。あ、なるほどなるほど。いやでもそれでもあれですよね、うん、そのやっぱり向こうって日本のやっぱりやり方と違うので、うん、はい、じゃあ何時からリハーサル入ります、でこここうしてこうしてっていう感じじゃなくって、もう本当ギリギリに来てギリギリにドーンっていって終わりみたいな感じなんですよ。打ち合わせとかほぼないみたいな感じなので、だからほぼ観光だ、3日間あの出なきゃいけないのはあの15分とか30分のステージなので、はい、その前後10分とっても、まあ、小1時間拘束されるだけなので、はい、うん、私たちはほぼ観光しに行ったみたいな超満喫しましたけど、太陽満喫、どういうとこ行ったんですか。結構いろいろ行きましたよね。アユタヤも行きました。アユタヤも行きました。ちゃんと観光してますね。結構時間かかりますよね、アユタヤまで、ね。だからもう車で、はいはい、そうバンで、はい、かんあのガイドさんに、はい、運転してもらって、でデパートでは爆買いして、はい、で食べたいもの食べて、みたいな。そう、楽しかったですね、それは。めちゃめちゃ楽しかった、ね、美味しかったしね。ごぞっとばかり金使いました。だから最終的に帰ってきた時にライブやったっけみたいな。それぐらいの感覚でね。あ、なるほどなるほど。でも高橋さんというかその BL、はい、ね、アジア系タイの BL ドラマお好きということ で、はい、魅力は何なんですか、そのいろいろね、いろんな各国のドラマの中でタイのドラマ。それ聞いちゃいます、すごい長くなりますけど、いいですか。ここから2時間ここから2、3時間わかりますけど、かいつまんでできますから、もうあ、そっか、そうそう、しょうがない、なんかすいませんね、なんかねギュッとしていただいてね。いや、なんかあの、うん、そもそもタイのイメージなかったんですよ。ほうほうほう、あのタイ料理とか、はい、あとはタイ料理屋さんで働いてる方々みたいな感じの印象だったので、うんうん、あの全然文化も分かんなかったので、カルチャーショックが初めあったんですよね、ドラマ見た時に、うん、でそこから見続けるとやっぱり13話ぐらいで終わるんですね、はい、大体、はい、タイのドラマも、うん、で日本のドラマとか、例えばあのよく流行ってるアメリカの海外ドラマとかだと、はいはい、もうすごいゲスあのすごいゲスな話なんですけど、1話で結構もう濡れ場みたいな感じで、はいはいはい、でもう最終的には出てくる人みんな兄弟になっちゃってるんじゃないかみたいな感じのドロドロした感じなんですが、タイのドラマ超ピュアなんですよ。へ、最終的にキスを最終話でしてくっついてみたいな、だから昔のメロドラマみたいな感じで、すごい、だから見てるとすごい心が浄化される。あ、なるほどなるほど。すごい嫌な人とか出てこないんです。あ、で私すごい嫌な人出てくると、うん、本当にあの
感情移入しちゃって気分悪くなっちゃうんですよね、うん、はい、なんかそういうのがないのですごいあのピュアな心でイケメンたちがこうピュアな感じ で、 で、ね、キュンキュンするんです、ね、あ、じゃあ結構プラトニックな感じなんですね。そうです、相当プラトニックですね。最近結構なんか大人向けみたいなのも出てきたんですけど、うん、私がハマり出した時は本当にピュアなドラマがめちゃめちゃ多かったです。へ、はい、でタイ行った時にあの GMM 社なんで知ってんですか、うん、に行かれたっていうふうに聞いてるんですけど、うん、行きました行きました。これやっぱ総本山って感じですか。そうです、 GMMTV っていうのが、うん、まあ、映像会社なんですけど、はい、そこから出てるドラマがめちゃめちゃ有名 で、はい、でそこの俳優さんがよく所属してる俳優さんが日本にもあ、こう来て、なるほどなるほど。いやもうそれこそもう全然横浜とかの、うん、あの、まあ、ホールとか、うん、そういうところをソールドアウトみたいな感じでやってるぐらい有名な人たちが所属してる会社に、うん、もう半ば無理やりメンバーとスタッフを絶対に行きたいから、はい、絶対無理やりですよね。だってそうしたらね、完全に。もうでもね、うん、ここまで言われちゃったらねそんなに熱があるならね、もうしまいにはもうすごい これも本当執念だなと思うぐらいそのタイ BL があまりに好きだということをもうすごい熱弁するもんだから、うん、お仕事にまでなっちゃって、はい、そのご来日された時に、うん、そのタイの俳優さんが、はいはい、私たちインタビューさせてもらったことがあったりしてすごいそれ、そこまでいただいてるからには私たちもご挨拶行きましょうっていう気になるっていう本人たちは言いやしないんですけどそうです、だから柱とかがもう写真なんですよ全部、日本 の、 その芸能事務所とちょっと違くって、うん、向こうのファンの人たちの有志の人たちがお金を出して、はい、どんだけその大きなそのポップとかポスターをあの貼るかみたいな感じの、ああそうなんですね。そうです、だからもう壁一面にね、うん、俳優さんの写真が全部、全部どこどこの国のファン の、 あの集いの人たちがファンクラブが、はあ、うん、いやでもそれ演者にしたら結構人気のバロメーターになるから、いやなりますね、ちょっと頑張んなきゃなみたいになりますよね、うんうん、だからもう誕生日とかはもう必ずそういうのがもうブワーって発表、そうなんですね、それも現地で見れて、そうです、もう写真撮って動画撮っても拝んで、でまあグッズ買ってみたいな感じで、その間あのスタッフの人とかみんなこうよかったねっていう感じ保護者保護者も、ね、楽しんでましたよ、すごいね、うん、結構やっぱりカラフルだし、うん、いろんなこうイケメンたちがこう、はい、いっぱいね映ってるから、うん、まあ、聖地化してるんですよね、うん、あ、なるほど、うん、それを見てて楽しめましたけど、うん、なんかやっぱりでもそれ以上になんか嬉しいだって思うのはやっぱりその、うん、タイがすごい先進的じゃないですか、はい、そのセクシャルに対してっていう、はい、なんかそういうのをこうたくさんの方がやっぱり支持してるっていうのを なんかやっぱり目の当たりにすると私たちもやっぱり当事者としてすごい嬉しいなっていう面でも、うん、すごい綺麗にまとめたね、このどうしようもない話を綺麗にまとめたね、そういうことよ、ね、お前考えてらっしゃるからどこに着地させるか不安だったんだけど、喋り出したから多様性すごいさあそれではですね、はい、5月29日にリリースのセカンドミニアルバムドボルザキアについてお話を伺っていきたいと思いますけども、はい、今回のアルバム、まあ、航海、はい、航海とまあ船、はい、こちらまあイメージとしてモチーフとしてありますけども、はい、そもそもどういったところから始まったお話なんですか。もともと去年 の、 そのアルバムの打ち合わせがありまして、はい、その時に、まあ、今回ちょっとコンセプトアルバムにしてみたいみたいな話をしたら、うんうん、あのまあ、スタッフの方とかがあそしたらあの航海その船出みたいなのとかどうですかみたいな、その今年私たち初めてゼップで、うん、あのパフォーマンスをさせていただくことができるので、はい、まあ、新しいステージに行くという意味も込めて、うん、あの船出みたいなコンセプトいいですよねっていう話になって、そこからこう構想を膨らませていって、うん、でまあもともと私たちいろんなあの YouTube とかでも、はい、例え話として船とかっていう、うんのを使うことが多くって、その縁河部号っていうものに、うん、そのファンの人とかスタッフがどんどん乗ってって大きくなってって、うん、みんなでこう航海をしているっていうイメージで活動をしていたので、あ、まあ、ぴったりのイメージだなということで、うん、そのコンセプトにしてます。なるほど。
今回のこのミニアルバム、やっぱファーストアルバムとだいぶガラッとイメージ変わるというか、はい、1枚見てやはりその世の中に知ってもらうためのなんか名刺代わりみたいなところってあるじゃないですか、はい、ここでぐんとこうアーティスティックになったというか。本当ですか、はい、音の幅もすごくなんかいろんな色になってきて、これすごいアルバムだなと思いました。嬉しいね、うん、で今回のまあアルバムタイトルドボルザキア、はいはい、こちらドボルザークの公共曲第9番の新世界よりから着想されてるってことなんですかね、はいはい、そうです。これはどういったところがまずもともとその曲好きだったっていうのもあるんですけど、はい、新しい世界に行くっていうので、うん、ふと思い浮かんでドボルザークっていうののその曲が思い浮かんで、はい、で私たちミニアルバム2枚目なんですけど、うん、前回のミニアルバムがメタピュシカっていうまた意味のわからないタイトルなんですね、うん、でなんて読むんですかってよく言われてたんですけど、だからそれに続く感じでインフムような感じでメタピュシカドボルザキアみたいな感じで、はいはいはい、まあ、後悔っていうイメージなので、うん、アルバムごとに新しい地域に私たちがこう行くっていう感じのイメージで、うんうんうん、今回はドボルザキア地方みたいな、あーなるほどなるほど、はい、感じで、国名って結構最後がアで終わったりとかする国多いなってイメージなんですけど、まあインドネシアとか、うん、オーストラリアとかパプアニューギニアとか、なんだなんだなんだ、パパんとなあるかな、コリコリアコリアマレーシアマレーシアエストニア、あ本当だそうだそう言われたら俺全然ドメスティックで全然日本から出れなかったのに全然ダメですね。まあでもそういうのがあるので、はあ、ちょっと場所土地名みたいな感じにもしたいな、うん、あなるほど、はい、ほほほほ、今回アルバムの曲名がですよ、そのなんか、まあ、2つタイトルがあるという、はい、それで1曲みたいな感じですけど、はい、これは最初から構想であったんですか。いやもともとはそんなことは何も考えてなかったんですけど、うん、はい、ミニアルバムを作ろうってスタッフの方に言われたんですけど、うん、この後悔というテーマが私たちに根付きすぎてるから、うん、このテーマを表現するにはミニアルバムの曲数じゃ足りねえと思っちゃったんですね、はいはい、で勝手に10曲ぐらい作ったんですよ、でも、うんうんうん、まあ、十何曲ぐらい作ったのかな、でそれを引っ提げてスタッフの方に直談判したんですね、うん、私が、はい、フルアルバムにしたいって言って、うん、なんかこんだけ作ったからフルアブルーバムにしてくれみたいな、うん、でしたらすごい困った顔をしてしばらくしてから、うん、すいません気持ちはすごい徐々分かるんですけどみたいな、あなるほど、やっぱあるじゃないですか、はい、私たちもまだまだなんで、はい、そう何とかやってくれって言おうとしたんですけど、はい、で勝手に10曲にしたくせに、うん、やっぱりできないってなった時に、うん、どうしよう曲数減らせないみたいな勝手に困り始めたでそこから間引いて、はい、新しくこうまとまるように新しくまたさらに曲作ってってやってたんですけど、うん、やっぱりまとまらないから、そうだ2曲を1曲にしちゃえばいいんだと思って、はだからもう完全にちょっとあれですよね、裏技じゃないですけど、はい、ちょっと細くね、なるほどなるほど言い方だからそうですね、じゃあ結構贅沢なんですね、その1曲としては。そうです、ほぼ2曲分なので、うん、はいはいはい、別曲みたいな、うん、だから、うん、まあそのドボルザックのその公共曲からも着想得てるので、うん、あそうだ組曲とか公共曲って第二楽章になった時に全然違う曲になるじゃんと思って、うん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 、まあ、それだったらそういう感じの作り方しても面白いかなっていうので、なるほどなるほど、はい、1曲に対して対になるもう1曲をくっつけたって感じ。ははは、それだからこの歌詞世界も割とこう対が多いっていう感じにはなるんですかね。あそうですね、繋がってる曲に関しては、うん、まあ、主人公と裏主人公みたいな感じで裏の顔みたいな感じの歌詞にはしたり、はい、なるほど、はい、この曲と曲のつながり、その1曲の中の曲調が変わるつながりっていうのは結構苦心したんじゃないですか。いやもうつなげるってなった時に頭の中には結構構想ができてたので、うん、なので聞いていただくと分かるんですけど、ほぼ全部つながってるんですね、2曲どころか、うん、全ての曲がもう一つなぎになっていて、うん、なのでそのどうつながっていくかっていうのも、うん、まあ、後悔ゆったり始まってだんだんこう嵐になって、で最後嵐を過ぎて大団円みたいな感じになってるのを全部つなげてあるので、はいはい、まあ、ここにどういう音入れようかなっていうのはいろいろこう実験したりとかしたんですけど、大体なんかもう作る時点で構想がありました。ははははは、なるほど。で今回そのアルバム制作前に
まあ、1曲目のマザーシップと7曲目のセールオン、はい、こちらタイトルを先に決めて行こうっていうふうになったというんですけども、はい、これいけましたか、そのまんま。まずこっから決めるって結構縛りじゃないですか、はい、うん、いかがでしたか。だいたいなんかタイトル初めにつけるタイプなので、はい、あの、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけど、うん、まあ、マザーシップでつけたはいいけどどんな曲なのそれっていうので、はい、結構ジャンル変えたりとかして何回も作り直したりとかはしてて、でさりげなく、まあ、2人に最近何聴いてんのみたいなのだったりとか、はいはい、でまあ結構私たち準備をするときにサブスクとかでランダム再生とかで曲聴いてるたりするんですけど、それでなんか2人が食いついた曲とかをちょっとリサーチしつつ流行りも取り入れてみたいな感じで作りました、はい、ああなるほど、はい、さあそれで1曲ずつ伺っていきたいんですけど、まずは1曲目、まあ、今も出ましたけども、マザーシップメッセージインヤボトル、はいはい、こちらなんか前半はアフリカンテイストのアフロビートから始まる、はい、いわゆるなんか船出っぽい港みたいなとこから始まりますけども、はいうんはい、こちらどういったことをベースに作られた曲でしょうか。あのもうアフロビートを作りたいな、アフロビートで曲を作りたいなっていうのがあって、うんはい、アフロビートの中でも今アマピアノっていうジャンルがすごい流行ってて、はい、で結構あのヒットチャートとかにも入ってるんですけど、うんまあ、それをトレンド取り入れたいなっていうのと、うん、あとはまあ後悔ってなった時にいろんな国のジャンルをこう入れてみたいなっていうのがあったので、うん、やっぱりアフリカじゃねみたいな、最初はそうですね、ははは彼行きたいなっていう、うん感じで作りました。なるほど、うん、これ歌詞世界は、まあ、前半は、まあ、We are family という、まあ、みんなで一つだよって、はい、いろんな人と一つになってるよっていうところから、また結構反対に後半はこう陰に入るというか、はい、ちょっと内省的になるような歌詞世界になってますけども、うん、いやよく3人でそれこそもうどうでもいい話とかすごいするんですけど、はいまあ、例えば恋愛話だったりとか世間話してる時とかに、うんあのまあ、どの業界もそうだとは思うんですけど、私たちのこの音楽やってる身としては、うんまあ、芸能やってる人は芸能やってなくって普通にあの昼間働かれてる方とかとそのいい感じになったりとか付き合ったりとかした時にどうしても理解されないことが多いっていう、まあそれはもう向こうもそう思ってると思うんですけど、こっちからしてみれば例えば打ち合わせって言ってるのにお酒の席だったりとかそれから飲みに行ってると勘違いされちゃったりとかして仕事してないじゃんみたいな感じになったりとか何楽しんでるのみたいな、行きたい飲み会じゃないのねみたいなだとかもいろいろあったりとか、なるほど、だからすごい船出とかで3人でよし行くぞって表ではすごくこう虚勢を張ってるじゃないですけど、うんまあ、皆さん仕事モードの時って、はい、あの外の顔になるじゃないですか、はい、だからどんなに強く外でやってる硬い肘張ってる人でも、うん、家に帰って例えば恋人から電話来た瞬間にちょっともう素のモードになって弱い立場になっちゃったりとか、あ、うん、悩みはすごいあるじゃないですか、はいはいはい、仕事順調な人も家に帰って家族とか恋人とかとの、うん、その一悶着みたいなのに普通に悩まされるみたいな、あ、そういうのを表現したくってくっつけたって感じ。あ、なるほど、なんか全然話違う感じになっちゃうんですけど、全然なんか友達っていうか仕事中に親から電話がかかってくるとちょっと狼狽しますよね、ちょっと違う雰囲気になっちゃうとか出づらいみたいな、あ、全然関係ない人とかね、うん、だから兄弟とかから電話がかかってくる時とかある？出ない出ないんかい、まあ、出ないですよねその面は見せたくないですもんね、またみんなと違う面すぎるから、ね、言い方で仕事モードだし仕事モードだしねみたいなありますよね、後でかけなさって、ね、そういう二面性ですよね、うん、なるほど、なんか上市割となんかどの電話もちゃんと取ってるイメージ、だいたい出ます、あ、すごいそしたらなんか AU からなんかあのモデムのなんか交換ルーター交換しませんかいや持ってますちゃんと同じテンションに喋れるそれはすごいちょっとよくわかんない電話一番底なしに怖いかもしれない同じテンションでどの電話も取れるっていう、ね、なんか別になんか友達喋ってるのかなと思ったらなんかいや電話会社から出されたみたいな、あ、それはあるかもしれない、関係さんすごいんだよなそうかも。さあそして2曲目、はい、ポートレートオブラブ、はい、そしてペタルダンス、はいはい、まあ、歌詞は割とその恋愛と美術館だったり絵画とかいうのをこう、まあ、一緒にしてですね、はい、まあ、後半の歌詞は割となんか人類を語るような、はい、壮大なテーマに、はい、なってるようなイメージありますけども、はい、前のその、メッセージやボトルからもう全部つながってるっていうイメージで、恋愛の
その吸った問題についてその3曲はずっと語ってる感じなんですけど、はい、うん、まあ本当恋愛の曲になるとやっぱり3人で話してた内容とかがすごく色濃く反映されるっていうか、それはなんか私一人で生きてると感じられないことだったりとか考え方が3人ともやっぱり違うので、はい、あそういうふうに思うんだとか、うん、参考になったりとか、まあ、お互いこう相談し合ったりとかして吸ったもんだしてるのが結構入ってくる、はい、そうなんですね。そうですね。だからそのポートレートオブラブとかも、うん、なんかこう目に見えないから恋愛ってなんか気持ちとかも測れないじゃないですか、うん、っていうので結構もあの喧嘩になったりとかするっていう話を悩み相談だったりとか、はい、あの YouTube の、うん、で聞くんですけど、でも冷静に見てみたら愛って目に見えるんだよなって私は思っていて、例えばその歌詞にもあるんですけど、その恋人のさりげない仕草だったりとか、うん、自分を見る目つき顔つきだったりとかにそこに愛がある、あるじゃないかというか、はいはい、そういう歌です。あ、なるほど。結構その恋愛対象の相手とかっていうのはその加点方式ですか、減点方式ですか。例えばそういう仕草にしても割とちょっと傷つくような仕草見たりとかすると割と減点として受け取るじゃないですか。あ、そこってかって自分のなんかその気持ちで補填していくんですかね。どう対相手によりますかね、なんかやっぱりちょっとこう最初の印象がいいとどうしても下がっちゃうし、最初の印象が別にそうでもないと加点になるし、うんうん、私最初の印象が良すぎていつも限定されちゃうんですけど。期待がすごいよね。じゃああなた自分のこと、私よく限定されちゃ う何言ってんの感じだ。そうなんです。だからそれはちょっとなんか直さなきゃなと思うんですけど。あ、なるほど。対相手の話してるのになんで自分の話になってるの。そう、私はされちゃうんだよな。荒波だね。荒波ですね。結構3人でそうやってなんかまあ恋愛の話とか、うん、そういうことすることも多いわけですか。あ、全然します。すごいしますね。結構全然違いますか。例えばそのドライ、ウェット、あるいはなんかちょっと大人な感じっていう、そのいろいろなカテゴリーがあると思いますけども、ここ3人は全然違いますよ、やっぱり。全然違うんですか。うん、でもやっぱりいいところだったりとか、あ、そういうのもあんのねみたいなところやっぱりシェアしたりとか、あ、そう、なんかだからそう、やっぱり相談ベースになるっていうか、うん、だからもっとこうしてみたら、やっぱり客観の意見にはなるから、はい、私だったらありえないけどねみたいな感じだったりする部分とかも、はい、まあやっぱり一つの選択肢を広げる、なんかすごい要素になるので、うん、やっぱ3人で話すと全然違うからこそ、うん、やっぱりなんかシェアは。すごくしますよね。秀樹さんの中で、まあ、高橋さん、神さん の、うん、あのどっちがこうより自分とは違う考え方持ってて芯食ってくるんだよなっていうのは、あ、もうどっち尽くす。あ、2人とも。あ、なるほどなるほどなるほど。私尽くされたい。あ、そうなんですね。だからだよ。そもそも違うんですね。そうですね。結構そこはすごい感じます。あ、すごいな、2人はやっぱ愛に満ちてるな、人の思いやりがすごい長けてるなっていうのを感じます。うん、私まだまだだなって。自分好きなんですよ。それはね、感じますよね。それはやっぱ感じますよね。そう。それでもずっと話してて、いや、あんたはさっていう感じです。なるほどなるほど。もう鏡と結婚しなんて。そして、3曲目チェリーパイ、はい、ドボルザキア、はい、こちらなんかレゲエ調の楽曲で、はい、まあ、後半は新世界のそのフレーズも入ってきてからまたガラッと変わりますけど、はい、こちらどういったイメージの曲でしょうか。いや、やっぱりこう世界一周の時のジャンルいろいろ考えた時に、うん、レゲエは外せねえなと思って、なるほど、今までやったことがなかったので、はい、で、まあ、レゲトンとかだと割とそのダンスミュージックのもうポピュラーなあの、うん、J-POP にも結構入ってきてるジャンルなんですけど、はい、ちゃんとそのゆったりとしたレゲエっていうのをやったことがなかったので、まあ、挑戦してみたいなっていう感じで作りました、はい、なるほど。これ歌詞の方はなんか割と SNS だったりとか、はい、いろんな掲示板であったりそういうなんか世間のね、はい、そういうものとはまたかけ離れて、うん、自分持っていこうよみたいな前向きな曲ですけども、うん、なんか X になってからすごいその、はい、晒すとか増えたなと思って、うん、はいはいはい、ちょっと何か誰かが失敗すると、うん、まあ、実名とか写真とかをアップしてみんなで断罪し始めるというか、うん、はい、何様なんだろうと思ったりとかしてて、うんうん、あとこの断罪してる人には何の得が
って関係ないじゃないですか、はっきり言って自分には、ね、はい、なのにすごい本気ですごい断罪してるこの人たちはってなった時に、うん、無意味な人たちって思ったんですよね、うんうん、でこうやってすっごいこう親指駆使して、うん、でまあそういうの横目に見ながら私もこうちょっとついた甘いものとかを舐めちゃうぐらいよっていう感じのばっかじゃないみたいな、うん、そうですね、うん、これチェリーパイってどっから来たんですか。あの、うん、ひとみさんって、はい、あのシンガーの、はいはい、私は子供の頃すごい好きだったんですけど90年代の J-POP の歌姫ですよね。そうです、はいはい、であのひとみさんの曲でキャンディーガールっていうのがあって、うんうんうん、でその歌詞の一部に、はい、あの今日もあの鏡の前でチェリーパイ片手にレゲエでもかけて死ぬほど踊り狂うっていう歌詞があるんですね。時代だな。そうで何を言ってんだこの人ってその時思ったんですよ。なるほどなるほど。まあだからボブマーリーだったり、はいはいはい、そういうのかけてそういうゆったりとした曲で死ぬほど踊り狂うってどういうジャンルなんだろうっていう感じですごいインパクト残ってて、うんうんうん、じゃあレゲエやろうってなった時に自分の中で勝手に、うん、レゲエって言ったらチェリーパイ片手にだよなと思って、うん、もうマジで完全にひとみさんのチェリーパイの続編を作るつもりで作ってる、はい、でキャンディーガールの現代版みたいな。あ、なるほどなるほど。あのリスペクトを込めて、はい、そういう裏テーマもあります。あ、そうなんですね、うん、そしてこの曲の途中にもこう秀樹さん の, あの特技の、はい、前回もやっていただきましたけども、あの動物の鳴き声が入ってるっていうことですごい聞いたんですけど、本当薄くですよね。薄く薄くです。ラップのところに入って、ちょっと薄く入ってますよね。うんうん、入ってます。うん、あれいりました？いや、じゃなんかいりますよそれは。レコーディングやってて、やっぱりちょっと南国だったりとか、はい、そういう感じのイメージで、はい、ふっと思いついてちょっとやってみてって言ったら。え本当にみたいな、もうその時に勝手に言ったんですよ私が、やってって、はいはい、ちゃんとやってくれて、採用でって、はい、ちゃんとブース入ってやったんですもんね。やりました、はい、本気で、うんうん、もちろん 本気でやってる、本気でやってた、本気でやってます、ね、このマイクでね。そうその絵面がすごいいいですよね。ゲラゲラ笑いながら。そうですね、私はちょっと怖くて振り返れなかったですけど、ね、やりました。これぜひライブでもね。いやラップやってますから。これはもうラップの方を入れといて、入れといてそれをやるって。あ、いいですねそれ。そっちやるんかみたいな。そして4曲目ストレンジャーズ、はい、フェイト、はい、こちらもアジアンテイストのイントロから始まる曲でございますけども、はいはい、こちらどういった曲でしょうか。もともとなんかあの山手線とか、はい、あの南部線とか乗った時に思いついた曲で、うん、誰も乗ってない時に、はい、南部線とか超怖いじゃないですか。乗ったことありますか。南部乗ったことありますよ。ちょっと寂しげな感じですね。そうなんですよ。なんか電気とかも薄暗くってチカチカしてるよう な,、はい、なんか昔の電車みたいな。乗ったことある南部線。南部線ってあの、ね、上りとから川崎とかあっちの府中とかあんまないと思うんだけど、ないかも。暗いのよ、すごい。で外の景色もどんどん田舎になってっから、なんか世にも奇妙な物語の世界に入っちゃったんじゃねえかみたい な, でそういう時にちょっとなんかこう浮かんだ歌詞だったんですね、でちょっとしっとりした感じのアレンジにしてたんですけど、今回初めてやらせていただくアレンジャーの方がまあ、とてつもないトラックを戻してきてくださって、うん、でそのとてつもないトラックを聞いた時がタイにいた時だったんですよ、はい、たまたまそのイベントで、ええ、そしたらタイ の, その景色、夜のガチャガチャしたそのバンコクの景色と相まって、うん、あもういいやこのアレンジだってもっとバラードだったんですよ、その曲、すごいミディアムでしっとりした感じだったんですけど、はい、バンコクのやつと相まって、あなんかもう面白っってなって、しかももう世界一周だし、はいはいはい、いいやこっちにしようと思って、はい、あのこのアレンジでいくっていうので歌詞も変えて、なのでちょっと異国情緒あふれてる感じで、で、まあ、ストレンジャーズって直訳すると異邦人なんですけど、はい、なのであの演歌部版異邦人ですね。あーなるほどなるほど、はい、そういう解釈になったんですね。そうです、チャララララチャチャみたいな感じの演歌部的解釈っていう、はい、なるほど。これであの秀樹さんが歌うところをまあ想定されて作られたと。あ、その後のフェイトのフェイトの部分、はい、2曲つなぎありになったところは、はい、うん、もう曲の流れを決めていたので、その後にアイレンっていうシングルカットさせていただいてる曲を入れるつもりで、はい、でその前までの曲とアイレンをどうやってつなげるかみたいな、なるほどってなった時に、うん、やっぱりちょっとあの大陸の方からあの東の方に来て、うん、アジアの
海域に入ってきて、はい、で、まあ、ストレンジャーズで来て東南アジアとかそこら辺、うん、でじゃあどうやったら中国の方に行くかみたいなところのつなぎを考えた時に、あのちょっとアジアンテイストなんだけど寄りすぎてないバラードを作りたいな。ああ、なるほどなるほど。でその時にあの秀樹さんってこうバラードとか歌うと、うん、すごいやさぐれた女性みたいなイメージで歌う時がする。すごい不幸そうな感じの女性のイメージで、うん、レコーディングの時も言われました。なんかすごいそのなんかちょっとこうくたびれた30代 OL みたいな歌い方が上手だよね。褒めてるんだかなんだか分かんない。褒めてるの、褒めてる、すごい褒めてる。そうくたびれたって言葉入ってますけど、まあ褒めてるんですよね。そうそうそう、いいですね。そうです。なのでストレンジャーズの場合は自分からもう無理だと思って別れを切り出したような感じの主人公なので、うん、逆にこのフェイトの場合はその別れを急に切り出された方の歌っていう感じで、はい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 、って言うともうくたびれた感じ。ちょうどいい、傷ついた感じがちょうどいいから、あ、なるほど、あ、これも秀樹目行った方が楽しいだろうなと思って、はははは、はい、でそこからアイレンに行くっていう、もう地獄みたいな感じそういう流れができたわけですね。流れが、うん、その後半のところは特になんかその中国の宮廷ドラマ感というか、はい、なんかそういう壮大な感じもやっぱありますよね。そうですね、うん、あのもうアイレンがもう完全に中国映画とか中国ドラマのサントラに入るような楽曲で作ったので、うん、はい、まあ、そこを盛り上げるためにわざとちょっとまだしっとりしてるというか、うん、ちょっとウェットな感じのアレンジにして、はいはいはい、うん、で今回90年代の R&B とか2000年代の R&B すごいオマージュしてるっていうテーマもあるので、はい、まあ、その時代のミディアムな楽曲のビートで作ってる、うんうんうん、なるほど。そして5曲目のそのアイレンにつながってくるということですけども、はい、こちらも最初からこう中国風なそういうドラマだったりとかそういうのを意識してこういう曲調にしようっていう感じだったんですか？いや、この曲はもう10年前にできてて、はい、たまたまデモの日付見たら本当に10年前に作ってて、うん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 、その時は割となんかあの和風 R&B みたいな感じの曲だったんですね。割とシンプルだったんですよね、はい、で今回演歌舞踊にするってなった時に、まあ、秀樹が B メロを歌ったりとかしてるんですけど、はい、そこを新たに付け加えて演歌舞風にして、うん、でアレンジするってなった時に、うん、演歌舞でこのシンプルなアレンジでつまんないなと思って、あのいつもトッピンのアレンジをしてくれる担当 の, あの方がいるんですけど、はい、演歌舞には、うん、その方にちょっとあのもう息切ってほしいから、あのこの中国ドラマみたいなっつって中国ドラマのサントラの曲ブワーってリファレンスで投げて、はい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 、これでこの中からみたいな感じの、なんかあのもう本当にあの何ですかドローンで中国大陸ワーって映してるような感じの、はいはいはい、あのイメージになるように作ってくれって。はあ、歌詞世界はいかがですか、アイレンに関しては。いや、でも10年前に作ってる歌詞なので、うん、今聞くと逆に自分でこれ書いたんだなっていう新鮮さはありました。まあ、当時 の, その別れだったりとか、うん、まあまあ、恋愛のことだったりとか、まあ、その当時ちょうど私が親が亡くなったりとかしてる時期だったので別れについて深く考えてたんだなっていうのがすごく反映されてる歌詞になってます、うんうん、はい、そして6曲目僕の名を持つ君へ、はいはい、こちらどういったことを念頭に置いて作られた曲ですか？カントリーがやりたいって思って、おー、なるほど、もうやっぱ世界一周だから、はい、今までやったことないジャンルやりたいね、うん、でもやっぱり世界一周ってなるとディズニーランドやっぱ思い、あ、なんかあの It's a small world だったりとか、うんうん、はい、でディズニーのすごいなっていうところって、まあ、ディズニーに関しては秀樹さんが超好きなんですけど、うん、本当にエリアがエリア違うエリアに入るとすぐに違う曲になるじゃないですか。あ、そうかも。でそれが混ざらないようにできてるらしいんですね、スピーカーが、どうやらすごなんか間に入ってガチャガチャになるじゃないですか、うんうんうん、それがちゃんとあの気持ち悪くないように設計されてるらしくって、じゃあ結構指向性みたいなスピーカー使ってるんですか？そうみたいです。この範囲とこの範囲、そうみたいです。でやってるっていう話を聞いて、うん、で確かに行くと全然もうポップコーンの匂いすら違うじゃないですか、もうエリア入ると、はいはいはい、徹底してる感じ。なんかそれをやっぱこのアルバムでも、うんうん、流れはあるんだけど、だから歩いてて気づいたらそのエリアに入ってるんだけど、うん、全く違うっていうのを出したくって、はい、アイレンの後に急にカントリーみたいな。あ、カントリーエリアだとどこになるんですか？スプラッシュマウンテン、うん、スプラッシュマウンテンとか、ね、あ、西部開拓とかあそこら辺の感じのイメージなんですかね、うん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 、そうですね、だったりとかっていうのを念頭に置いて、はい、もうみんなでわーっと踊るみたいな、それこそあのカントリーのウエスタンブーツ履いて踊ってるみたいなイメージで、はいはいはい、うん、
なんかいろいろ後悔いろいろあったけど、まあ、みんなで火囲んで踊っちゃおうぜみたいな。あ、なるほどなるほど。感じの、うん、カントリーどうですか、初めてやってみて。もともとカントリーすごい好きで、はい、あの本当にザ・カントリーがすごい好きなんですよね。あのケムクジラの男の人がウエーって歌って、あのすごい渋い感じの声で、うん、あのすごい世の中を歌ってるみたいな感じの曲すごい好きだったので、ただそれをうちらでやってもって感じだったので、どっちかっていうと、うん、まあちょっと前に流行ってたカントリー EDM みたいな、アビチとか、あ、はい、とかっていう感じの方に。あと四つ打ちあんまり最近やってなかったから、うん、なんかライブのことも考えて、うん、ちょっとあの EDM 調の曲は入れときたいなってもともとあったので、うん、それをその曲に持ってったって感じ。じゃあ割とこのライブ意識してみんなで盛り上がるような、はい、曲にはしようかなっていうところだったんですね。そうですね、みんなで一緒に歌えるような感じのフレーズにしたりとかっていう。なるほど。そして7曲目セイルオン、はいはい、こちら結構なんかアッパーな疾走感のある、はい、もう王道のなんか、うん、いい曲みたいな感じになってますけども、はい、こちらどういったところで、ね、どこに置いて作られた曲ですか。やりきろうみたいなのがありました。ほうほうほう。3人の中で、うん、あのそれこそ今まで結構いろんなジャンルやってきて、うん、でいろんな MV も出してきてっていう中で、私たちの中でまだ満足できない部分があるというか、うん、結果に対して、はい、もうちょっとこうここまで行きたいのにっていうのがあって、うんうん、じゃあ何が足りないんだろうっていろいろ考えた時に、一回その私たちがあんまりこうやらないジャンルで、うん、でザ・ J-POP っていうものを突き詰めてやってみようっていう話に、あのメンバーもスタッフもそういうような話になって、はい、で作ってみたっていう曲 で、うん、でそうするともう私の中にあるものを出したらいつもと一緒になってしまうので、うんうんうん、いつもアレンジであの協力してくださってるカルロス K さんに全振りして、はい、もうエンガブが歌わなそうな曲を、ま、マンアニメのテーマソングになるような青々しい感じの曲を作ってみてくれっていう、はいはい、もう度外視してエンガブがっていうことを考えないで作れって言って、うんうんうん、作れじゃない、はい、作ってください今パワーバランス見えましたちょっと見えました、ちょっと見えました、違う違う、恐ろしかったです今ね、ちょっとごめんなさい、そう作ってくださいって言って、はい、あの作ってもらえた。あ、なるほど。なんかデモ戻ってきた時の2人がもう、うん、えこれ歌うのみたいな、はい、これやるのみたいな感じ、なんかキラキラだけどみたいな、うん、うん、なんかいわゆるそのいわゆるあの麦わらの海賊のテーマソングでもおかしくないなっていうぐらいの直球なね、うんうん、そうです、メロディーになってますよね。だからもうそれをイメージ誰かみんながしたんだったらもう大成功、はい、あ、なるほど、はい、ほほほ、いやでもなんでもないよね、うんうん、もうそのために作ったと言ってもそこ狙っていったような、狙っていってるのね、うんうん、ああなるほど、うん、だから私はでも聞いた時に自分が歌を入れてっていうことまで想定するんですけど、はい、その時カルロスさんの声が入ってたんですよ、はい、でカルロスさんの声がまあ少年っぽくていい声なんですよ、あ、なるほどなるほど、本当に男の子の曲みたいな感じだったんですよ、うん、だから2人のその時どうだった聞いて、いやもうた アイドルみたいな、はい、エンガブではなかったですこれがどう料理されるのかっていうのが全然未知数すぎて、すごい正直不安、最初はそうで、結局歌詞をたかしが新しく載せて、たかしの声になった状態で新しくデモが来た時に演歌部の曲になるわっていうところになりますかね。うん、歌詞はいかがでしたか。まあ、セイルオンっていうタイトルはもう初めから決めてたんですね、はい、曲が来る前からもうそういうタイトルにしようっていう、うん、なるほど、でカルロスさんのことはすごい信頼していたし、うん、あのもうもう私たちが言うようなことでもないですけどすごく実績のある方なので、うん、オーダー通りのものが来ると思って、はい、セイルオンにしようと思ったんですけど、うん、じゃあ船出ってみんなにとってはどうなんだろうっていうところを考えた時に、うん、希望のある楽曲に希望のある歌詞を入れたら本当にザにはなるけれども、それはもはや私たちがやらなくてもいいなっていうところになるなって思って、いろいろ考えた時に逃げるっていうテーマが浮かんできて、まあ楽曲のデモ聞いた時にちょっと切ないなっていう感じもしたんですね、この曲私的には。ってなった時に逃げるのも一つの始まりだなっていうところから歌詞を広げていって、まあ実際にこう私たちの周りでも逃げれるのに
あえて逃げないで頑張っていって自分をどんどんこう傷つけていってしまう人がいたりとか、うん、そういうのを見てきたので、逃げることは悪じゃないし、うん、逃げる勇気っていうものだったりとかを持つことで新しい世界に行けるっていうことを、うん、なんかあの知ってほしいというか、なんか意外と気づかないじゃないですか。例えばまあ会社だったりとかも、うん、別に絶対辞めちゃいけないなんて法律もないし、誰に強制されてもいないのに、はい、その職場から絶対に辞めてはいけないと思い込んでずっとそこで耐えてるとか、うんうん、まあ家庭にしてもそうだし恋人関係にしてもそうだし、でも何か自分で縛っているものがあるっていうのを解き放てるっていう簡単な答えが横にあるのに気づけないっていうのは、まあ、うん、国民性もあるかもしれないですし、うん、なんかまあこう美学じゃないですけど、はい、耐える美学、逃げてはいけないというもの、うん、なんかそこから解き放たれてほしいなっていう願いを込めて作りました、うん、じゃあ割とこう背中を押す感じと、まあ、気づいてほしいっていう気持ちも込めてっていうことなんですね、はい、うん、なるほど。今の歌詞のお話、まあ、そのまんまじゃないですけども、まあ、ミュージックビデオにもすごい反映されてるじゃないですか、はい、映画 の、 あのドッグビルみたいな、はい、一つのなんか空間の中でいくつの 家、うん、家みたいな状況が、うん、混在してて、はい、で後ろで神さんのもうすごいですね、あのなんか情熱的なダンス、 ありがとうございます。もうもう演劇、ほぼ演劇、そうですね、に近いぐらいの表現力でしたけども、あのゴム の、 あのバンドで結ばれてるっていうのが、はい、まあ、その出てくる主人公3人の思いを、まあ、体で表現するっていうので、うん、まあ、たかしが提案してくださったんですけど、はい、そのあのなんていうのかな、監督さんが今回こうストーリーを作ってくれたんですね、はい、こちらが一応テーマを出してこういう風にしたい、うん、こういう風に伝えたいっていうのをストーリー作ってくれて、そのストーリーをもう一回あの直前にもう一回聞いて、はい、うん、改めてその人たちの思いって多分どうなのかなっていうのをすごく乗せさせていただいて、もう体を動かせる範囲に頑張って動かしたんですけど、うんうん、その中でこうね、なんか途中泣きそうになるぐらい苦しくなったりとかして、なんかそういうのが、まあ、映像に残せたかな、良かったなと思ってます。いやでもすごい表現力でしたよね、嬉しいです。すごい、すごい紐にぐるぐる巻きになってます、ね、あれ今ぐるぐる回ればね絡まるでしょ、どうなってんだろう、すごい納豆柄みたいな伸びるし ね、 そう、伸びるしねいやでもあれは素晴らしいミュージックビデオになりました、ね、いやありがとうございます、うん、これはあれですか、その撮る時の踊り方というか、その表現っていうのを一人一人入れて気持ちを、そうですね、うん、じゃ割と決まりはなかったけど、その時のアドリブが強いというか、なんか先にドラマを撮ってからあれをやったんじゃなくて、はい、先にあれを撮ってからドラマを撮ってるので、それはすごいな、あの順番的には私は見てなかったんですけど、はい、まあ予想通りっていうか、うん、その予想をちょっと上回るぐらいの思いのなんかあのパフォーマンスを俳優さんたちがしてくださったので、それに負けないパフォーマンスができてればっていう感じで思ってるんですけど、うん、なかなか大変だったあれを表現するのが、でしょうね、うん、素敵だったね、まあ、ヒールを履かないパフォーマンスもあの珍しくやらせてもらえたので、うん、ちょっと体の先っぽまで使えるように頑張りました、うん、なるほど、そうそう、お時間ということでございまして、はい、最後ですね、こちらのカメラに向かって視聴者の方にメッセージをお願いいたします、はい、ファンの方にメッセージ、うん、買ってください買ってぜひ聴いてほしい。そしてあの今回あの初のコンセプトアルバムということで、すごくあの世界を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います、うん、このアルバムで皆さんを世界旅行に連れていけるんじゃないかな、そんなアルバムに仕上がっておりますので、ぜひ聴いていただいて、そして、全国ツアーが決まっておりますので、ぜひ、ライブにも遊びに来ていただけたら嬉しいです。本日のゲスト NB ガブリエラのお三方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。アトスインターナショナルのギターレッスン映像見放題サービスが YouTube メンバーシップでスタート。ブルース、アドリブソロ、F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらになります。機材セッティングなど楽器教則 DVD で人気の映像が月額1190円で見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てがわかります。アトスギターレッスン YouTube メンバーシップでお楽しみください。